これも黄色で発火しちゃっていい気はします。てかそうしないと苦しい。オッケー、あ、これしかも前傾車入るじゃん。あ、前傾車だわこれ、でかい。かなりね、なんか全体的に連結の多い前傾していかないなと判断して、ここは相手はもう負けていくと。よし、なかなか俺らしい勝ち方ができた今のは。いや気持ちいいオールグリーンだったね今のは。まあさっきのね、こういう勝ち方、要はいいイメージで勝てたっていう流れをちゃんと持続させていくことが大事なんですが、ちょっと俺あそこの連鎖ビル、あ、てか、あれ、俺ミスってんじゃん、これ完全にこれ伸ばせない形になっちゃってんな。一回こうやって返すしかないか。いや、でもこれ意外と刺さった、意外と刺さった。ごめんなさい、意外とこの、なんだ、邪魔な不要を処理するつもりで打ったはずの連鎖がたまたま刺さった形ですね、今のは。本当は今みたいなのは狙ってやんなきゃいけないんだけど、終わっ、さあただここはいい感じで折り返しポイントを作ったと。よし、ここは3連鎖で処理をしに行く。おーっと、3連鎖当たった。当たったっていう表現もおかしいけどな。これでもフィーバインしたくないんで一回受けます。そう、ここ相手がねゴリゴリに本線伸ばしてるから、ここでフィーバインしちゃうとやられる可能性があるんだよな。次これ黄色赤、次黄色赤って言ってもブレイブバード、あー落ちた。まあ多分どの道終わってたら一応黄色赤をだから、では次の連鎖を発火できる色をねストックした状態で迎えたかったんですけど、それは許されなかった。あー苦しいなー。ちょっと一回ここ3連鎖打つか。ごめん、ちょっとここ全然ダメだ、この連鎖全然弱い、雑魚すぎてもうなんか泣きそうなレベル。さて、どうすればいいんだこれ。これここにこう置けば多分連鎖つながるな。 OK、 これちょっと本線打っちゃいますか。まあユニさんがもう正直発火点かなりぐだついてるんで、まあ揺さぶりをかけに行くっていう意味でもここは発火で良かったんじゃないのかなと。よし、相手ヒーバーインした、しかもそして11連鎖。さらにこっからですね、こっから要はいかにセカンド組み込めるかなんですが、ちょっとどうやら今日の俺はセカンドが下手くそすぎる日みたいなんで、まあ、普段から別にそんな上手くねえんだけど。よし、ただ相手発火できずに、よし、これで 3-3。
なんとか33までこぎつけた。やべ。うわ。リッツ。いや、いいよ、形は悪くないでも。よしよしよし。しっかりと邪魔なプヨを処理しつつ着実に連鎖を伸ばす。ただこれ注意したいのは、操作を繰り返しているうちにいつの間にかフィーバーインできる状態になってしまっている可能性があるので、そこだけはケアしたい。ここはもう本線打っちゃっていいと思いますわ。はい、結構火力も出るんで、これ13連鎖いくんじゃね。うん、13連鎖だな。伸ばしきった形になった。13連鎖の連の連結もでかい。よし、オッケー。今日なんか連鎖はいい感じなんだよね俺。うん、連鎖の火力は出てる間違いなく。ちょっと連鎖の組み方はちょっとあんま上手くない。よし。うわっと、これね、ちょっと緑、あ、いいね。これ一回止めるのはいいね。うん。オッケー。よしよし、うまく取れてきた、今のは。よし。よし、なんとか伸ばしきれたんじゃないかなと。これも12連鎖ぐらいが伸びるはず。うん、で相手もこれちょっと多分きついでしょう。一応ハッカーまでいけたか。いや、でも暴発してるな。よし、12連鎖。あー、オッケー。多分これはもらったんじゃないかと。もちろん油断大敵なんで。もうてかもうこいつのセリフもう明らかに狙ってんのよ。あ、やっ、これちょっと待って、俺フィーバーで返されるかもしれません。俺のフィーバー下手くそすぎる。俺のフィーバー伸ばし下手くそすぎる。ただこれは相手がフィーバー中に、発火した連鎖なんで、相手のフィーバーを阻害する形で、えぐり込んでいく連鎖になると。さらに相手、ただこれまだ諦めない形かな。うん、まだ多分相手がね、諦めるような感じでもないみたいですね、これ。まだフィーバーインできると。よし、オッケー。なんとか取り返しました。さあ、最後の5先なんですが、ちょっともう最後も僕ラフィーナ使っていこうと思います。お、ルールできたか。もうちょっともうここまで来たら貸したい。なんか前回負けてんだよな。前回ちょっと惜敗をしてるはずなんで、僕。ちょっと今回ばかりはもう俺ガチで勝ちに行くわ。よし、お、なんだ相手、え、そこで発火するの、え、嘘でしょ、マジか。なんかえらい博打だな。あー、ここしかも青と緑、逆に置くべきだった。ちょっと待ってね、これ、ちょっと待ってね。これはきつ
ついな。これはもう俺の負けです。うん、フィーバーここからご利用して入ったところで、多分その、そこから返せるビジョンがないので、だいたいそういう場合って長期戦さ、もうなんか長期戦とかその無駄な、その時間を割かないために、もう、落ちると。落ちるってなんだ。いやー、ちょっとここに来て、ただ今日ね、ほんと連鎖に関してはすごいいい感じで組めてるんですよ。毎回かなり安定した形をね。なので負けたくない。うーっとミスったか。よし、オーケー。これどうしよう。ここ一回黄色で5連鎖かな、5連鎖になるのを一回打っていく。うん、で相手に本線吐かせて、いやいや繋がってねえのかそれ。ここ次青でもう一回フィーバーインデッキするためにちょっと開けて、いやーきついぞこれ。ただきつい。ちょっとこの2試合はすごい内容良くねえな。うん、勝負する前に負けてる。さあこういう時ちょっとしっかりリセットして、おっ、うんーと、そこに行くか。うわー最悪だなこれ。ちょっと相手のゾーンがもう見えてない。自分のフィールドを整理することで頭が今いっぱいなので、頼む、そこだけ落ちないで。よし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 、もう絶対に落ちないでほしい箇所だけは免れたんで。オッケー、これで復活だ。これで暴発しないよな、これしないよな暴発。よし暴発しない、うまい。11でトリプルで完成。よし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 、今の処理は我ながらうまかった。その後がちょっとこれ良くない。あ良くない、あ全然良くない。やばい、これ8位しか破壊できなくなっちゃった。頼む。うわーミスった。ここでフィーバーで少しでも追いかけられていれば。あーこれはちょっとやっちゃった感あるか。もうこう選手これはやってしまった。せっかく本戦でいい形で返していたのに、これをやってしまうと全て台無しなんだよな。ただ相手も一発ちょっとミスったっぽいから、この26秒、この26秒がね俺の全てをかける。もうこれまでの人生の全てをかけていく。あ待って待って待って、岩ぷよ4個分だったらこれ返せんじゃないか。意外と何とかなりそうな感じだっけ。
と、よし。ここで赤を回収。ただ相手のこれ本線でかいんだよな。いや、でかいっていうか。いや、そうでもない、そうでもない。意外とそうでもない。これは止まるからな。よし。ちょっと赤で伸ばすっていうの見えたけど、ちょっとここは安全に行きます。さあ、これは多分フィーバーガスになるな。オッケー、こうですね。相手もう一発フィーバーインできるっぽいな。もうあれ15連鎖ですね、多分。もう15連鎖の金振ってきてるのか。ってなってくると、これちょっとフィーバーで、それなりの火力出さなきゃ返せ、えぐいな。もう水星プール出てんじゃん。ちょっとこれ多分俺返せないっすね。マージンがまだかかってないから。あー、でも全然返った。あ、でも、ただ、余った時間で。余った時間で、でもこれフィーバーインできるじゃねえか。あ、できるわ。できるできるできる。これで5回でしょ？あ、これで、ほら、あ、できた。フィーバーインできたわ。まだ続くぞ、これ。え、これどこが測ってないの？わかんねえ。あ、わかんねえ。あ、ちょ、測ってわかんなかった、今。あ、できたな、発火。よし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 。さあ。ユニさん側、あれは本戦。なるほどね、そういう感じで。よし、よしよし。ここで帰ってこなかったのかなりでかい。やめて。これで撃っちゃっていいかな。7連鎖になるっしょ。このね、連鎖で7連鎖以上組んじゃってフィーバーにする方が絶対安全なんだよな。うん、1個1個消してると、ふとした瞬間に、え、この色消せないみたいな感じになることがあるんで。あー、フィーバーゾーンまで相手の連鎖がえぐり込んでるし、ここはしっかしこうやってちぎって返すと、多分でもこの15連鎖で返せると思いますよ。ただその間に相手がまた再びそのフィーバーインできる状態まで持ってき、いや、てか下手したらこの水星が返せない。返せる、よし、返した、 OK。 さあどうだ、フィーバーインできるか。いや、次の赤ゾロを多分処理できないでしょ。こういう時にゾロ目来ると痛いんですよ。よし、勝ちました。あー、粘りがあったわ。62万点とかなってたな、今よく見たら。よし、ちょっとさっきのでなんとか息を吹き返した感あるんで、自分自身。うわ、これどうしようかな。なんかいい感じの連鎖組めそうなんだけど、相手がこれ思いっきり勝負仕掛けてきてんな。これ相手14か、でかい。もう多分この火力であればフィーバー込みでも返されないだろうという確固たる自信がうかがえる、そんな自撃。
いや実際これきついな。いやー追撃もき、あ、これちょっともう諦めよう、これ無理だ。うん、フィーバー使ってもどうしようもない。これが強いんだよね。いや、フィーバーでも連鎖力がある人ってこういうプレイができるから、そのフィーバー関係なしにもう勝ちみたいな。どうしようかな、これ。いや、ミスった。2ダブ。2ダブで対応していく。ここもちょっと、2連鎖で対応。この赤邪魔だからちょっと消して。よし、これで、ちょっとこっから連鎖組み込んでいくか。いや、やばい。あー、今のはちょっと一瞬の隙を突かれたな。はいはい。どうしようこれ。これもう放っちゃうけど、まあ相手もまあそこそこの火力持ってるよな。連鎖数でこれ負けてますね。相手また14だこれ。いやー、ユニノワールのこの連鎖力、なんか俺ただの実況の人みたいになってきたな。いやー、でもこれ暗くて辛い、きつい。フィーバーも7連鎖までしか伸びない。完敗ですわ、ありがとうございました。14連鎖2発だな。いや強かった、ありがとうございました。はい、ということでね、ちょっと今回5先2回やって、まあちょっと1、2で負けましたということでしたけども、まあやっぱフィーバーね、楽しい。反面やっぱ長期戦になって、かなり体力勝負になることがあるので、まあそこでやっぱ常にね、やっぱ安定したプレイをできる人が勝つと、いう形でやっぱり、てかまあユリさん自体、まあ本当にもともとポテンシャルも高いし、かなり、もうかなり、ね、めちゃめちゃ強いので、まあちょっと今回、ちょっとリベンジできなかったですけど、またなんか機会があったら、ちょっとまた対戦申し込んでね、リベンジさせていただきたいなと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。